を、例えば、人生の大きなゴールを設定したけれども、どうやって行けばいいか分かんないってか、どうやってやればいいのか分かんないとかってなったとしてもですね、勝手に私たちの脳がちゃんと判断してその方法を見つけ出してくれます。飛行機で言うと、どういう進路を取ればいいか分かんないみたいな感じだと思うんですけれども、脳はですね、賢いもんで、オートパイロットシステムでその経路をちゃんと考えて、ゴールまで達成できるように私たちを導きます。はい、だから皆さん、ゴール設定するときに、どうやってそれ達成すればいいのかなとか、方法はとか考えるかもしれないんですけど、私たちの脳ってすごく賢くって、どうやってたどり着けばいいのかとかちゃんと分かっているんですね。私たちがするのは、ゴールがどの座標にあるかだけを指定してあげれば、勝手にその脳のラスが私たちをそのゴールの方に自動操縦で導いていってくれます。